皆さんこんにちは、花子です。 Hi everybody, this is 花子。今日は日本での自己紹介の仕方についてお話ししたいと思います。 I would like to talk about how to introduce ourselves in Japan. Japanese seems quiet or shy. However, they like to make a gentle joke when they introduce themselves. It makes easier for us to talk to you.Let's take a look at the sample introduction for Daniel-san, my Spanish brother-in-law who started living in Japan last year. 皆さん、はじめまして。私の名前はダニエルです。スペインから来ました。日本には初めて来ましたが、皆さんとっても親切なので嬉しいです。スペイン人にはフラメンコなど踊りが上手なイメージがあるかもしれませんが、僕の踊りは本当にひどいです。だから、スペイン人だからといって、踊ってとは言わないでくださいね。日本のことをもっといろいろ知りたいです。よろしくお願いします。ポイントは、このジョークですが、ブラックなジョークはやめた方がいいと思います。ステレオタイプは良くないと言いますが、逆にそれを面白くするのもいいと思います。例えば、あなたがアメリカ人だったらこう言います。私はアメリカから来ました。僕のお父さんはトム・クルーズです。というのは冗談ですが、とかです。ここでのポイントは、みんなが知っているトピックということです。トム・クルーズのことは日本人は子供からお年寄りまで結構知っています。そしてあなたがイギリス人だとしたら、例えばこう言います。私はイギリスから来ました。イギリスといえば紅茶ですが、僕が日本に来て自動販売機のロイヤルミルクティーを飲んだ時に、これは負けたと思いました。とかです。みんながちょっとクスクスっと笑う感じのジョークがいいですね。皆さんもいつか日本人の前で自己紹介する時が来るかもしれないので、今のうちに準備をしておきましょう。自己紹介の仕方がわからなかったら、下のコメントに質問してください。また、ジョークは何を言えばいいかわからないという人は、私も一緒に考えます。ただ、私が考えたジョークでシーンとしたらごめんなさい。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。さようなら。